はい。えー、それではですね、ただいまから何の動画かというとですね、えーっと、今年の論文試験はここから攻めていこうということで、レックセン人講師の宮口聡氏がお送りいたします。どうも皆さん、えは、ー、じめましての人もいるかもしれないね。はい。 今日2 2月24日月に収録したよね YouTube の配信収録ね。<laughs> まあ忘れないように書いてるんですけどね。はい。じゃあね、あのー、どっから攻めていこうか。論文試験だからね。担当じゃねえから。あそう、やっぱね、過去のあれ見たほうがいいね。どこが出るのか。ほら、見てくれ。これいいわ。ね。やっぱね、ちょっと見づらいかな。えー この辺よく出てますねね主体的要件とは、ね、ちょっとねどうしようかあのー、丸がね客観的に多そうなところこれめっちゃ多いよねほら12345678910うわすごいね結構出てよこれなんだああ時系列3点セットだ俺ほら肉肉の2ねまあ3球とはねうわこれはすごいね まずよ超すごいところをこ押さえていこうか今の時系列3点セットもう毎年では3連連続で今年もねであとはお国際特許さんすごいねほら国際系出ますよねこれもね1234567891011すごいね国際系出るねそれからねあのほら侵害系ですよほら 侵害系もすごいほら1234567891011こう見てくると傾向がねわ分かるねで令和4年ってまさに出るところが出るべくして出てるとおおいう感じですよねであとはどうやろうちょっと待ってねあとはまああとはちょっとね似ったり寄ったり的ですよね えーっと,ねまあ、とにかく一番よく出るところはこれで、ね、分かったわ時系列と国際特許と効力技術的な権利行使いわゆる侵害系ねすごくよく出てるあーじゃあまあいいわとりあえずあ,のあとはね、うん、なんかこう、まあ、出てるんだけどもう突出はしてないなって感じだよね、うんはい、じゃあ次 えと衣装はどんな感じかとお衣装はねパッと見た感じこれかなやっぱりほら時系列3点セットはねほらこれうんやっぱりそんな感じですよねうんどうですかい衣装法ねじゃあ次ですけどね あのえっとですねこれあの令和三年はねあの丸つけてもいいんじゃないかなこれうん、ちょっとあのこれ書いてなかったけどね令和三年の衣装方はねちょっとこれは丸つけてもいいのかなって感じするようんうん、ん、令和三年ね。 はい、えー、まあ見れば分かるけどで出てますよあのあの脇役だけどねはいよーしあとはね、えー、待ってくれよ12345678やねあこれもね関連書すごいねほら関連書すげえわほらやっぱねこれも8だねであとはおっ一生の効力まあ侵害形中ごとですからね2 4 5 6 7うん、あこれはどうしよう微妙だな6だからねうんあとはちょっとちらほらって感じかな12345だもんねうんやっぱ俺が今塗ったところはよ突出しとるわうんそうねまあでもなんか凍つつけがたいところでえー やっぱり真、ね、相、あのー、例とかねほらこれちょっとオレンジのるうか真相、まあ、例6だからね、まあ、ピンクにしてもいいぐらいなんですよあと秘密衣装よく出てんだねこれ、うん、12345か12345秘密よく出てるよあとまあ洗顔主義ね、まあ、時系列3点セットと同じでもいいんだけどね一応分けてますあと利用定食ほら1234 5 6だからねこれも捨てがたいあとはうんあとはまああのそうでもないかなというね、えー、ということであのやっぱりね、えー、このピンクオレンジ塗ったところがよく出るかなとただ俺個人的にはね あのー、これが危ないかなと思ってるんですよ若干ですけど戦死要件ほらこれもねまあまあ捨てがたいんですよほら4回出てるしねうん戦湿眼戦眼と戦湿眼このコンビネーションがちょっと出てないですよ最近危ないなとこのように思っちおりますけ。ねじゃあ商標はど限界おおもうパッと見た感じほら登録要件3条4条 うんね、何をか言わんやって感じやねうんこれもうね捨てがたいやなうんで次にねうんパッと見た感じやけどねちょっと待ってくれよ今のところはもうダントツやねうんあとはちょっとどんぐり性比べやなうんどうしようか あとはもうオレンジレベルだなちょっと待ってね4つみたいなところパリ優先権かおお意外と頑張っとんなパリ優先権ほらオレンジに塗るわ。ねであとはどうよ4つぐらいのところあるああったあった洗顔主義ねこれもまあまあうん、まあ、やっぱり四方共通で洗顔主義に根強い人気を誇ってるよね、うん、あっ向こう審判あったね向こう審判5つやな まあちょっとピンクが一つっていうの寂しいからよあのあ意外とあるわほら向こう審判ピンクで塗るよねそれからねこれもそうあ侵害系ね侵害系も一応5つあるからピンクにしとくわねであとは4つのところはあやっぱり、ね、不使用とか不正使用これもやっぱり油断できないレベルだよねうんなるほどなるほど あ窓プロも塗ってあげたいんだけど窓プロも塗ってあげたいんだけど 3, 3つしか丸がついてないからねあまあこんなところかなどうですかええー、はいまあ一応ねあのー、今日のテーマに沿ってやっぱりその傾向を知るってとても大事なんだよなここから攻めていこうまずやっぱりこの出るところを抑えるというね ああ、そこはやっぱり抜け目なくやるべきだなと。いうふうに思います。うん、ね、それでね、あの。やっぱりね、一般的な話なんだけど、受験生ってね。あの事例問題よりもあ、あの。この一行問題、弱いね。一行問題がね、結構弱いんですよ。ああ。まあ、例えばだね。 あのちょっと待ってくれよこれね青本趣旨対策講座のレジュメなんだわねそれでねまあ例えばだよねあこの3番ってやつがねこれ本試験にも出たとあるんですよほらねえっ、ー、と本試験に出たことがあるっていうのはねここに書いてる平成24年の問題一の説明一に 17条の2参考の規定の趣旨と書いてるじゃんねで青本とりあえずマルチなんだよこれ願書に添付した明細書等の補正については主要国と同様に願書に最初に添付した明細書等に記載した事項の範囲内に予定しなければならないことが規定され17条の2参考制度の国際適調は権利付与の迅速化および第三者の監視負担の軽減が図られることとなったってでしょ ね、で俺アンダーライン引っ張ってるから分かりやすいそうもうこのね3つのキーワードさえ書いてれば「おんの字」ですええのためであるぐらいですよこの3つこういうふうにしようメリハリよくねキーワードを3つ出しましょうとかねあ2つだったら2つ出しましょうそういう感じだよねうんであとあの5ページにもあるわ見てくれ、ね、ああのこれはね補正却下の趣旨ですよね 年年のの問問題1の説問にやっっぱ平成24年出てよな青本は、ね、公開ちょっとよお最後の拒絶流通知に対する法制が不適法である場合についてまであ特許戦の拒絶の理由をするとあ拒絶の理由とするとその法制が不適法である旨の拒絶流を再度通知さらにその拒絶流通知に対して、えー、は法制があ可能であるから さらに補正について審査を行う必要があり、審査の迅速性が確保されがたいこととなるためであると。ね、こんなね、長々とね、書いてたらね、時間なくなりますよ。ええ。だからこれだけでいいです。審査の迅速性、確保のためであると。ほら、こういうふうにしてね、気の利いたキーワードをね、抑えていくという、非常にね、あの実践的で、かつ有用な講座でございます。 どううでしょうか、ね、例えば次のやつもねなかなかこれ工夫してんだよほら産業上を利用することができる発明なんだけどねあのまあ例えばこれ定義的なところをまず言っとこうやな産業上を利用することができる発明、ね、これはねどういうことかというとねまず条文が二十九条一個柱木なんだよ出すとしたらね根拠条文として出すとしたら。で、えー これ青本に書いてる学術,的学術的実験的にのみ利用することができるような発明などは排除していると。ね、でこれはね学術排除って覚えてまないですよ。学術排除。ねちょっと青で塗るよほら排除だからねネガティブな感じじゃん。学術排除、ねうん、例えば俺もね大学時代にね、あのー、研究してたテーマがねエロエレエロ。エレエロ エレククトロクロミズムという現象だったんですよ、ね、でエレクトロクロミズムという現象は何かというとねあの、えー、ガラスガラスあるじゃんあこれもねこれ,はこれガラスじゃなくて、うん、樹脂だけどね透明の樹脂だけど要はねガラスの色が変わるという研究です。でようやくここに来てねなんかそういう製品あるよね。うん、窓の色をこう変えるんですよ黒く,もうくあの だから自動車特にいいよね自動車でほらまぶしい時にちょっと黒くするとサンシェードみたいな感じにねあの遮光性のあるものにするねでちょっとかっこよ,よさめの紫にするとかね、えーまあ、いろんなそのシチュエーションに応じてガラスの色を変えることができるという研究をやっておったでその時に私ねあの,あのなんだ水から水分からねあのあ違う。 油分から水分を上流させる装置を作ったんですよでもその装置というのは自分の実験のためだけに作ったやつだから産業上利用性がないこういうふうになるわけだね学術廃所だからねうん。さあそれでね産業上利用できない発明が書かれちょるんですよこれはねこうやってほらいいか青で四角で書くのかな、うん、否定的なところはだいたい青とか使うから俺ほら 産業場を利用することがあできない集めね、えー、ちょっとでかくして見や,見やすいよねこれもねちょっとまあ特別サービスでごら合わせあるんですよ人間主治神行として実際できないオゾン層ねほら人間主治神行として実際できないオゾン層ねオゾン層って先生何ですかはい オゾン層破壊防止のための紫外線吸収プラスチックフィルムで地球全体を覆う方法 <laughs> まあそれのほら出だしだけでも出るといいじゃんねっそ,そういうことですよ人間失身って一言言うと医療行為ですわね業として利用できないというのは何かこうタバコの吸い方みたいに個人的に楽しむような発明はね産業上利用性がねいわな、うん、時々いるじゃんあのほらタバコのさ俺タバコ吸わない人なんだけどタバコを吸う人で こう、ほ、ほわーとこう、ま、丸く輪っかできるでしょね。あ、いるやろ。ああいうのもだから、この。かっこにに該当するわけよ。うん、だからどうしたって感じや。ね、そう、丸いのを作ってさ。だからどうしたみたいなね。<laughs> 業として、それ利用できるんかいっていう感じだよね。あ,あ見て、自分で自己満足するだけですよ。あ,あそういうのは、あ,あ、産業上利用性がない。え、ね。こういうふうにして覚えやすくして。ね。あの、語呂合わせなんかも活用しまうよ。 ねうんまあ、あのただねより,より画期的な語呂合わせについてはねあの別にほら担当語呂テクとかあ論文山ろとかねそっちの方でやりますからただ、まあ、ある程度ねあの出し惜しみすることなくねあの少しはこう出てますからあーはいよーしあとはねまあいいかだからこういう感じでねあの一行問題いいでしょ えー、一応問題に強くなるよそうはねえー、で今度はねあの審査基準にも強くなろうというあの趣旨がありますでやっぱり皆さんね審査基準ってあ出るんですよあ特許法も出るし意証法も出るし商標法もね、まあ、知ってればあそれに故障とないっていう話がね、まあ、出ますよええー だからちょっと審査基準の話も、ね、してみたいと思うんだけどお例えばですね、えー、じゃあ皆さんね最初の距離数とか最後の距離数って知ってますかね最初の距離数最後の距離数まあ知ってると思うよで条文レベルだと、えー、どこに出てくるかというとですね特許法の17条の2代行。第1項 一号と三号に出てくるんです。はい。じゃあちょっとね、お,お見せしますけどね。十七条の二のね、一項一号を見ると、おお、こんな感じなんですね。ちょっとピントがずれてますね。ピントでピントってか、ヒントでピントじゃないですけどね。ええー、とこれか。おお、ほら、ここに拒絶流通知という。でね、えー、を最初に受けた場合においてとか書いてるじゃん。ね。 でここは最後に受けたとかでででもそれで終わりなんですよ、ね、あの最初に受けたとか最後に受けたとか書いてはいますけどここにね、えー、っと最初に受けたとかあ最後に受けたとかねでも定義が書いてないんですよ、うん。最初の距離通って何ですかと最後の距離通って何ですか定義が書いてないどこに書いているかはい審査基準に書いちょるとですよええー。 ほらちょっとね色分けするけどねはい最初の距離はねちょっとオレンジで塗ってみようかなああ審査基準ねほら最初の距離図ねで最後の距離図っていうのはねああの青で塗ってみたいと思うんだけどねそんな感じなんですよでこれが審査基準にはねあのー、書いてるんですよ確かほら、えー、ちょっと見てみましょうかねもうほとんど授業になってますねこれね えー、まあ一回目の距離痛ですわほら一回目の距離痛はもう最初の距離痛ですよって書いてるやそうやろはいで最後の距離痛というのはねえー、っとここに書いてますわええー、とねあれこれだな最後の距離痛っちゅうのはねえー、っと最初の距離痛オレンジに 対する応答時の補正によって通知することが必要となった。拒絶流のみを通知する拒絶流通知。これが最後の距離通なんですね。最後のリクエストではありません。最後の拒絶流通知。ね。えー、で、あの、これね、コツがあるんですよ。例えばね。あの、第一回目の拒絶流通知が最初の距離通でも、まあ、いいんですけど。 あの2回目ででも最初になるることはあるんですよだからここでコツを教えますわあのちょっと勝ったらいいんだけど最後の距離、ね、たってなかなかあ,のあれでしょ大変でしょだからねとにかくね「のみ」これがもうね一番重要なんですよこれさえ覚えてれば大丈夫です最後の距離痛っていうのはなんか「のみ」が大事だったみたいなねだから俺も見ないで当然答えられますよ 最後の拒絶流通っていうのはね補正によって生じた拒絶流のみを通つる場合を言う。ほらね簡単でしょ。補正によって生じた拒絶流のみを通つる場合を言うね。でそれ以外が最初の距離通なんですよ。ほらだから先にね皆さん逆の発想なんですよ。皆さん最初から書き始めるでしょ。逆なんです。効率系のは最後の距離通を書いてで次に上記以外のものが最初の距離通である。 こういういねテクニカルな面も教えますわ。えー、どうですか皆さん、ね、えあとはねちょっともうあ,のあんまり、ね、言うとねネタがあの <laughs> た,ただでネタがどんどん流出してしまいますよね。あとマルチクレームマルチマルチクレームとかねあの実務やってる人は知ってると思うけど知らない人も多いと思うんだよね、まあ。そういうところも審査基準ベースであの教えていきます。 はい、えー、そんな感じだねどうですかあこれをねあのあと衣装なんかはねあ,のあれが少ないから知識が少ないから本当にねその一,応一行問題も出してくるしそれからあの何、えー、ですか。 あ審査基準とか判例とかも出してくるしねあ、まあ、とにかくこの直前経営の私がやる講座というのはねあの非常に有用だと思いますよ。ね、であ,のあとね、まあ、私がやる講座の3つ目っていうのはね「あ過去問講座ね」ねこれもやるんですよ「あの過去問十段分類講座」っていうのをやります。 あと受験生の答案から見る講座っていうのもあるんだけどまずねそのえ過去問講座でねこういうのがあるんですよ。ちょっと私のレジュメのね29ページにテキスト見本中いうのがあります。でこれごめんなさいね21年向けのサンプルになってます。論文過去問分析講座ね。なぜかというとこの今年使うやつを見せてもいいんだけどちょっとほら付加価値があ,のありますからね。 むしろ二十一年ぐらいがサンプルとしては、あのいいんじゃないかと。ただね、むしろね、いいんですよ。これ二十一年出してるでしょで、今年使うテキストは二十六年では載ってませんから。<laughs> まあ、逆にお得っていうかね、えー。このガイダンスでしか出ませんのでね。あ,あ、で、この講座を見、み、み、あの、見て思うことはね。あれ、宮城先生、過去問対策といえば、あの有名な理想と現実のがありますよね。 あれと何が違うんですかえいい質問く、えー、いいそれはあの正直言いますねこの、えー、論文過去問、えー、分析講座というのはですね回数にして、えー、っと6回だと思いますあの受験生の再現答案から見る編があるんだけどそれ入れて6回だと思うんですねで、えー、理想言話といいますと17回です この差があのからも分かるようにもう要するにあの本試験の問題を崩すことなく全文書き、えー、これをねです、えー、で現実的な答案とあの完璧を目指した理想の答案その二面性をねあ見ていくことであのどの程度まで書けば受かるのか、ね、理想の答案って所詮書けないんだから現場ではね。 そういうところをあの実践的に教えていく講座なんですよ。ね。で過去二十六年分扱いますから。A、でこれはねこのあの過去問分析講座はね、A、あの二十八年以降になります。これ二十六年サンプルは二十六年から載ってますけど二十六年とは二十七年とはね今年のテキストは二十八年以降です。A、なので二八二九三十 で令和の1234だからまあ7年分ねあだから私のやってるあのゴールドウェブの理想と現実は26年分に対してあ7年分だからね、まあ、ざっと4分の1ぐらいの分量ですわええなのでそれをまあ6個までやるわけですよあだからねあの全文書きはできません それだけは、あの、言っておきますけど。あの、考え方ね。なるべく、その、短時間内で。大把握をしていく、訓練。を、あの、やっていきます。だからといって、全文書きの答案がないわけではありません。ちゃんとね、あの、いいですか。例えば、これ平成二十七年なんだけどね。まあ、フォルムだけ見てね。うん、まあ、問題があるじゃん。そして、端的に言うと、こういうことですよという。 その直接事項的なことが書かれててでほら答案構成ねあの大把握の、まあ、要となるところが手短に書いてあるんでね逆にいいと思うんですよねあ手短に把握したい時は特許候補と一緒ですよ特許候補も手短に理解したい時は要約書を読むですよ、ね、明細とかあ請求の範囲はカッタルすぎますからね要約書から読むでしょうそれと同じですよえー、ではい 次の、ね、32ページを見ると、はい、皆さん心配しなくてもほら全文書き答案一応別冊でついてますえだからあの答案構成を授業ではやるけどあの全文書きの答案も一応ついてるからねあの、まあ、ご安心くださいえただこの過去問分析講座というのはね分野ごとに問題を分断させてその切り張りしたような作りになってるんですよあだってこれ見れば分かるけどさ 平成26年の過去問なんてすごい長いよ。うん。それをこのね、あの例えば時系列三点セットはここに集めたりとかね、あの法政分割はここに集めてというね。要するにこうあの担当体系別問題集と一緒ですよ。うん。あの切り取って適切なところに置いてあまあ教えていくと。だからね、あの。 なんていうかね、本当は一体不可分的に解いた方がいい場面もありますけどねただ分野別にこう鍛えたいというのであればあの非常にためになる講座です。ねはい、であとはあのなんだっけ受験生からの答案を、ね、こう叩き台にしてそのぶっちぎりの合格答案と,あとギリギリの合格答案と,と,、ね、とダメだった答案ねちょっと駄目だった答案も扱うのかどうか分かりませんけど。 あの皆さんがほらあのそれを模範にしてしまうと困るからね、うん、ただあのぶっちぎりの答案ギリギリの答案ぐらいは用意すると思うからまあそれでその何が良くて何が悪かったのかあそしてあちょっと間違ってるけどそれでも受かるんだなというねあそういうことも見て取れるだろうしあ皆さんにとってそのなんていうか安心材料になると思うんだよね。 大体、うん、ほら模範と案しか見ないと思うから皆さんねレックは提供してるものは模範と案そんなの書けねえよみたいなねものが多い中なんだ結構パッとしなくても受かるんだみたいなあ側面もああの見,える見て取れると思いますからねあなかなか画期的な講座だと思います。はいまあ、そういういところで、えー、今日の,、ね、あのテーマは あの論文試験はここから攻めていこうということだったんだけどこれねあのまとめるとねまずどういう分野から出てるかを把握しろとねそれからあーまあ私がそのやっていく講座としてねまず1行問題弱い人多いからね1行問題は事例の方がなんか面白いじゃん考えててね面白いでしょ現場思考で何とかなるし。 一行問題って面白くないんだよ。だだから逆にそこがその。あの足かせ、手かせ、足かせになって受からないんだよ。そこをどうするかだ。な。そのための役割を担っているのが、青本出資講座ね。そして審査基準もね。あのー。ほら、条文を補う形で特許庁が作ったルールだから。これはこれで、あのー、知ってないといけないし。試験にも出るし、また皆さんが受かった後ね。 実務面で役に立つとというところがありますで、えー、論文学問のね答案、えー、解析答案分析講座はまああの過去問を、えー、各分野ごとに分断してやっていく講座なんだけどね、えー、大把握を端的にこうしていくっていう、えー、こうなんていうかなリズミカルに進んでいく講座ですわ。で板書を充実させてますんでねあの皆さん字面だけでよく分からん人も多いと思うから。 であの時系列をこう書いたね板書をふんだんに用意してますからねあの用意線でも解けるやつは用意しないで字面だけで解説してますしねでまあいつもの通り私の,あの蛍光ペンのねああの大体7色あればいいと思うんだけどねまあそうか、まあ、こんな感じなんだけどねえー ああこ,れこれでもいいなこれ,これちょっとねもらったやつなんだけど受講生からこれはねピンク紫青これで1234あ,あ6色あるねこれすごいね123456あと1個赤が足りないだけです、うん、だから赤はちょっと買ってほしいねこの場合赤 <laughs> ね <laughs>、うんでこの色のルールはねあの受けてくれれば配るからその色のルールね であの慣れてくるから、俺がそのどういう時に何色を使うかってね。はい、よーし、じゃあ,あ,あのここから攻めていこう終わる、終わりたいと思います。あとね、これ以外にも、あの論文山黒というそれこそあの語呂合わせと山手てをより綿密に行った、ね、ゴールウェブ講座、それからサルベージーファイナルといった、ね、あの直前にこう休むやつ、ね、会社を、会社休んで1週間。 〇〇そういうのもいずれ出ますから、うんまあ、3月ぐらいにサルベージゼミっていうのも始まるけどね3月中旬からね週2回のペースで、まあ、今までどのゼミにも入ってない人とかはあいいんじゃないかなと思うよ今日このテキソンのっていうのはそのレックとしてこうレックは主体的にこうやってるやつねで俺のオリジナル講座が「論文山ろとかあ「サルベージゼミ」とか「山手系のやつね ということになっております。はい。じゃあ、皆さんね、あの、分からんことあったら、あの、レックに問い合わせくださいよ。ね。まあ、俺も、あの、新宿エルトワーを本拠地にしてますから。いれば、あの、あの、変わって、アドバイスしたりするからね。うん。まあ、あの、お気軽に電話とかください。は、う、い、ん。それでは、えー、今日はこの辺で終わりたいと思います。今年の論文試験はここから攻めていこう。でした。レック戦に講師、弁理士の宮口でした。 それではまたお目にかかるときまでごきげんよう